アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め、並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年11月5日、場所は九州春日公園球技場にて、2022九州学生アメリカンフットボール選手権秋季リーグ戦ディビジョン2になります。宮崎大学バッカス対九州産業大学レッドフリーバードの一戦が行われます。試合開始11時キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側ホームスタンド側に陣取っており、本日はカラーのユニフォームエンジンをまとっているのが宮崎大学バッカス。チームの創部は1989年、当時アメリカンフットボールが存在しなかった宮崎において、社会人チーム宮崎スカイフェニックスのメンバーがそのチームを結成し、そのメンバーに参加していた学生チームがその発起です。やがて独立し、2002年に学生が独立して、正式に学生リーグとして参戦しております。現在はディビジョン2に甘んじておりますが、その卒業生の中に現在 X1 スーパー福岡サンズにて活躍しております原選手を輩出するなど、社会人 X リーグにもその選手が出ています。強豪チームとなっています。対しまして、奥側に陣取っております、本日ホワイトをまとっているのが九州産業大学レッドフリーバード。こちら1978年創部という九州でも歴史を誇るチームです。1980年代は九州内でもパワーチームとして一部上位に定着しておりましたが、現在は2部に甘んじております。しかしその地位回復戦と現在もリーグ戦に邁進しております。この両雄による一戦が間もなく行います。令和4年11月5日、場所は九州春日公園球技場にて、2022九州学生アメリカンフットボール選手権秋季リーグ戦ディビジョン2の一戦になります。宮崎大学バッカス対九州産業大学レッドフリーバードの一戦が行います。試合開始11時キックオフ予定です。これより試合開始前のコイントスを行います。手前側ホームスタンド側に陣取りましたのが、エンジのユニフォーム宮崎大学バッカス。奥側バックスタンド側になりますホワイトのユニフォームをまとっておりますのが、九州産業大学レッドフリーバードです。宮崎大学キックオフ、九州産業大学リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式計時で行われます。両チーム大くらいハドル解けまして、まもなく試合開始の時を迎えます。試合は宮崎大学のキックオフで開始となります。キックオフキッカーは宮崎大学81番の島倉、2回生です。津西高校出身のプレイヤー。対しまして、九州産業大学リターナーは7番と18番が配属されました。7番は上村、18番の選手登録はありませんが、こちらの選手どのような活躍をするでしょうか。
このキックオフを九州伊丹が失礼しました。10番の選手フェアキャッチとしました。フェアキャッチとしまして、この結果九州産業大学は自陣25ヤードからの攻撃という形になります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは九州産業大学自陣25ヤードからファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。サッピース、しかしこれをクォーターバック、なんとかリカバーし右奥へのランプレーとしました。スナップは最初のラインの選手が後方のバックスに投げ出すプレーですが、ここでミスが生じますとプレーが破綻します。しかし見事リカバーしまして約3ヤードのゲインに変えました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。ボールを持った選手が倒れたところまで前進としまして、九州産業大学セカンドダウン2回目の攻撃に入ります。九州産業大学自陣28ヤードからセカンドダウン7、2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は7ヤード。不成功。ここで九州産業大学パスプレーに出ました。アメリカンフットボールは攻撃の開始地点から後方より1回だけ前に投げることができます。しかしパス失敗ですので攻撃権を1つ失いまして、次はサードダウンに変わります。ボールの開始地点は元に戻されます。従いまして九州産業大学自陣28ヤード変わらずの位置からサードダウン7、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は7ヤード。さあ攻撃権更新なるでしょうか。ここでホイッスル、ここで審判団による状況確認のためのタイムアウトが入りました。一旦試合中断という形になります。試合再開となります。九州産業大学サードダウン7、攻撃権更新、必要距離は7ヤード。これでスナップミスです。クォーターバック、これを確保しましたが、しかし大きく後退という形になりました。九州産業大学、惜しいシチュエーションですが、スナップミスにより後退する形でフォースダウンとなります。九州産業大学、フォースダウンロングの状況になりまして、パントフォーメーションを選択します。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。
このパントは転がりよくハーフウェイ付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。今度は攻撃権変わりまして、宮崎大学バッカスの攻撃と変わります。九州産業大学、まず最初の攻撃は3回の攻撃で終わる形になりました。しかしパントにより陣地を回復し、ハーフウェイ付近に戻した形になっています。宮崎大学、この戻された、しかし中央付近からの攻撃、どのような形にするでしょうか。宮崎大学ハーフウェイからファーストダウン10。まずはランプレーから入ります。ナイスラン、ファーストダウン。ランニングバック15番、トスを受けまして左オープンへのスイープレー、相手を吐き取るように左オープン展開しまして攻撃権更新です。宮崎大学ファーストダウン。1回で攻撃権10ヤードを前進しますと、これによりまして攻撃権更新、1回目の攻撃に戻ります。宮崎大学再び1回目の攻撃、ファーストダウンの状況に戻りまして、相手陣は34ヤードからの攻撃になります。宮崎大学ファーストダウン10。ここでウォールファンブル、これをかろうじて先ほど見事なランを決めましたランニングバック15番の選手桐谷が抑えまして、なんとか攻撃権継続という形になります。しかしボールを持って倒れたところまででは前進距離となり、結果的に3ヤードロスに変わりました。これにより宮崎大学セカンドダウン13となります。攻撃権更新、必要距離は13ヤード、ボールオンは相手陣33ヤード。パス不成功。ここで宮崎大学もパスプレーを展開しました。クォーターバック8番、ワイドレシーバー13番へのパスでしたが、このパスはしかしオーバースロー、パス失敗となりまして、ダウン1つ変わりましてサードダウンになります。宮崎大学相手陣38ヤードです。相手陣38ヤードからサードダウン13、攻撃権更新なるでしょうか。タッチ。ここで宮崎大学パスプレーを展開しようとしましたが、クォーターバック8番プレッシャーからスクラム、緊急発進のランですが、しかし見事なフットワークで左オープンを独走、相手タックルを弾き飛ばし、そのままエンドゾーンなだれ込んでタッチダウン。宮崎大学6点獲得となりました。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライフォーポイントに挑みます。キックフォーメーションとりまして、まず確実に1点を稼ぐ選択としました。キック成功、1点追加。宮崎大学7点、九州産業大学0点。まず宮崎大学がタッチダウンで先制としました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点、さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点加点となります。これに視察点2点、セーフティーの2点が加わり、アメリカンフットボールの得点方法は2点、3点、6点、7点、8点のいずれかになります。この足し算によって構成され、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は先ほど得点を挙げた宮崎大学のキックオフで再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。
さあ九州産業大学これをリターンしません。フェアキャッチとしまして自陣25ヤードの位置からの攻撃を確保しました。しかしこれによりまして九州産業大学の攻撃になります。捉えた側はこのキックオフにより必然的に攻撃を得やすい状況になります。この権利を九州産業大学生かすことができるでしょうか。ボールオン自陣25ヤードから九州産業大学ファーストアウト。友永様コメントありがとうございます。見事なタッチダウンだったと思います。さすがに2部ということでありまして双方とも選手層には若干手薄な面が感じられます。さあその中でまず九州産業大学ランプレーを展開しました。クォーターバック7番が自ら中央突破を図りましたがしかしこのランプレー原因はほとんどなくセカンドダウンに変わります。キャリアでしたクォーターバック7番は上村です。3回生宇土高校出身。九州産業大学セカンドダウン10 2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新距離10ヤード獲得なるでしょうか。さあ今度は外へ振った。クォーターバック7番ワイドレシーバー12番に真横の形での前パス、これを取りました12番がそこからキャッチアンドラン、タックル受けましたが約3ヤードのゲインを果たしています。パスを通したクォーターバック7番は上村、そしてパスを取りました12番は玉井。玉井は宇土フロンティア学院高校出身の選手です。ここでホイッスル。ここで審判団によるウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールはそのチームおよび天候の関係上によりまして審判の判断によりクォーターの半分でタイムアウトを取られることがあります。この試合はその天候面および人員面を考慮してのクォータータイムアウトが入っているとウォータータイムアウトが入っていると思われます。まもなくウォーターブレイク解けまして試合再開となります。九州産業大学自陣28ヤードからサードダウン7の状況突破なるでしょうか。不成功。これクォーターバック7番パスプレーを選択しましたがワイドレシーバー手には触れましたがしかしキャッチできずパス不成功となりましてフォースダウンと変わります。九州産業大学フォースダウン7。なんとプレーを敢行しました。フォースダウンギャンブル。九州産業大学ここでフォースダウン最後の攻撃権通常ならパントとするシチュエーションをプレーとしました。攻撃権更新を図りましたがしかしこのパスプレーは失敗。4回目の攻撃失敗によりまして攻守交代です。ターンオーバー。九州産業大学この攻撃シリーズ得点を図らんとあえてフォースダウンギャンブルに挑みましたがしかしこのプレーは失敗。結果的に自陣厳しい位置で、宮崎大学に攻撃権譲渡となりました。宮崎大学相手陣28ヤードからファーストダウン10。
さあここで宮崎大学はランプレーから入りました。ランニングバック15番ダイレクトでスナップを受けまして、そのまま中央突破を図ります。図り約6ヤードのゲインです。宮崎大学15番は桐谷、新宮高校出身の2回生。宮崎大学セカンドダウン4、ボールオン相手陣22ヤード。これは九州産業大学ナイスタックル。クォーターバック8番スナップを受け、左オープンへのスリープレーでしたが、これを九州産業大学67番が素晴らしく切り上がるパシュートを見せまして、このランプレー約1ヤードロスに変えています。素晴らしいタックルをしましたのは九州産業大学67番の張本、チームキャプテンです。4回生池田高校出身。宮崎大学サードダウン4、3回目の攻撃です。攻撃権更新、残り距離は4ヤード。ここでホイッスル。ここで宮崎大学前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは前半後半に双方とも3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。宮崎大学ここで制限時間内にプレーを始められないと判断しまして、まず前半1回目のタイムアウトを取りました。状況は宮崎大学相手陣22ヤードからサードダウン4の状況で試合再開となります。さあこのタイムアウトで宮崎大学どのようなプランを練ったでしょうか。試合再開です。宮崎大学サードダウン4、中央へのランプレー突破します。ナイスラン、ファーストランニングバック15番ショットガンフォーメーションから自らボールを持って中央突破、味方ブロックを生かして攻撃権更新です。宮崎大学ファーストダウン、1回目の攻撃に戻しました。見事攻撃権更新果たしました。宮崎大学ランニングバック15番は桐谷、新宮高校出身の2回生。さあそのままプレーを続けます。今度はクォーターバック8番がキープ、右オープン展開、相手タックル受けましたがこれをかわしまして約3ヤードのゲインを果たしています。クォーターバック8番は桐谷、福岡高校出身の4回生、チームキャプテンです。宮崎大学セカンドダウン6、失礼しました、イエローフラッグ反則が発生していました。フィールド上に審判団からイエローフラッグ、黄色いウエスが落とされますと反則発生を意味します。先ほどのプレー、オフェンスに反則があった模様です。これによりまして宮崎大学10ヤード抜体となり、ファーストダウン20の状況に変わります。さあ下がりましたが相手陣19ヤード付近から宮崎大学失礼しました相手陣20ヤード付近からの攻撃となります。
ところで中央のプレーを選択しました。ランニングバック15番中央トップを測りまして約5ヤードほどゲインとなっています。宮崎大学セカンドダウン12、ボールオン相手陣14ヤード。パス不成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこの反則どちらのチームにあったでしょうか。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手選手に接触して妨害しました。この反則は重大な反則として取られます。反則発生しました地点エンドゾーンでしたのでゴール前2ヤードから宮崎大学ファーストダウンの攻撃と変わります。宮崎大学ファーストダウン2ゴール、残り2ヤード。この2ヤードを宮崎大学ランプレーで突破しました。中央突破しまして宮崎大学タッチダウンとして6点獲得です。そしてトライ4ポイントに入ります。宮崎大学のキッカーは55番の林田、佐世保西高校出身の1回生です。キック成功、1点追加、宮崎大学14点、九州産業大学0点となりました。現在試合は序盤になりますが宮崎大学が有利に試合を展開しています。その宮崎大学のキックオフで試合が再開する形になります。このキックオフにおきまして九州産業大学反撃の糸口見出すことができるでしょうか。さあリターンに入ります。リターンが7番右奥君を展開しようとしまして自陣25ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置から九州産業大学の攻撃となります。九州産業大学自陣24ヤードからファーストアウト。キュービーサーク
ターバック7番パスを投じようと左に流れましたが、これを球し宮崎大学63番が QB スタート、約15ヤードのロスを奪いました。見事な QB サックを決めましたのは宮崎大学の63番のプレーヤーでした。さあ大きく後退しましたが、九州産業大学セカンドダウンロングに挑みます。クォーターバック7番乱れたスナップカバーして右オープンをつきましたが、しかしゲイン1ヤードにとどまっています。クォーターバック7番は上村でした。宇野高校出身の3回生。九州産業大学自陣6ヤードからサードダウンロング。パス成功、ナイスキャッチ。ファーストダウンがしかし立っていません。しかし見事なファーストプレーでした。クォーターバック7番ショットガンフォーメーションからワイドレシーバー10番にパスを通しまして、約15ヤードのゲインとなっています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、宮崎大学14点、九州産業大学0点。攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。